ちょっと二三台後も手前をちょろっとだけ見てみましょうね。ちょうど横通ったんでね、ちょっと雨やけどね。ここは綺麗に残ってますよね。これは堺市やったかな。ちょっと雨が強くなってきたね。傘も持たずに歩いてますけど、はい、はい、これです。二三台古墳でございます。随分スマートでございますね。5世紀の後半、墳長がね、300メートルだからね、ものすごく大きいんですけどね。これ2番目やったかな、日本で。こんなんですよ、すごいでしょこれ。雨の中、これ以前ね、去年回ってますからね、コロッと1回ね。当時は護岸工事をされてるからね。なんですか。これは天皇陵じゃなかったかな、どうだったやろ。天皇陵じゃないかもしれんね。堺の監督かな。あら、大きいですよこれ。300メートルほどあるんですね。まあ仁徳天皇陵かどうしたら小ぶりか。あそこは約500メートルぐらいあるからね。ね、大きいですわ。いやー、水もまんまん出されてますからね。去年来た時にもう本当にもう色がおかしちゃったんやけどね。今年ももう真っ青やこれ。去年はちょっと濁ってたね。泥水がいっぱいな感じだったね。はい、そういうことでもう電池切れますわ。早く帰れちゅうことでございますかね。真ん中まで行けないね、これ電池切れや。残念でございます。どこが取れるかね。なんてまだ録画中やけどね。あ、やっぱりね、天皇陵じゃないね、これは。ね、礼拝所がおまへんね、これ。残念でございました。すごい雨が降るようになってきたね。うん。真ん中辺やな、そこ。ああ、終わった。